それは50。オッケー。は？前詰めてくれてる。なんでアビ出してくんないのだから。は？どういうこと？は？おめえマジ死ねえやマジで。勝手に突っ込んで死んだくせに気持ち悪すぎんだろマジ。は？もうゴミども死ねえやマジで。バカみたいに頼む。起こせるわけねえだろ頭悪いが。起こせるわ。は？何言ってんのマジで。無理だ。あ、もう終わった。もう雑魚が弱え、マジで。重たい、マジ。あー、マジ弱えんだけど、こいつらマジで。途中でそら、クソゴミのくせに。勝手にどつってさ、おめえ弱すぎんだろ、マジで、とちまる。何してんの、マジで。俺藤子も弱えば、マジ、勝手に突っ込んで、バカが、マジで。勝手に突っ込んだの、藤子じゃね。え、バカ弱えんだけど、こいつらマジで。バーナー使ってこれかよ。調子読んねえ、マジで。雑魚がマジで。これで追放の人に文句言ってんの。キモすぎ、マジで。展開突っ込んで死んだだけだから、お前。わかんねえんだ、やっぱり。めっちゃやろ、バル。あー、なんか、すげえのある、すげえのある。いやー、やばい、これ。要塞作ってんだけど。ニューキャのあれと両方あるわ。巻きな、やばいよそれ。ああ。いや、こんなんでさ、え、もう、やばいやん。それ下がって。ああ。ああ、引いてるんだ。あ、引いてな。ああ、もう最悪。引かないんだったら戦えよ。下手だな。ああ、今あの場所で戦ってたら、車線拾えないと終わるだろ、ザコども、お前。なんで振り返るの？は？お前が死ぬのを防ぐために頑張ったんだよ、こっちは。いや、無理だろ。無理だろ。俺の助かる道筋なんてないよ、今の。え、お前が何なん、こいつら、マジで。お前がいるんだったら勝てるわけないじゃん。だからもう引きなよって。え、これで文句やれんのおかしいだろ、マジで。おめえらゴミどもがなんかバカみたいな立ち回りして、ゴミみたいな進化してんのに。は？これで文句やれんの、マジで。お前らマジ頭に牛がいてるよ、マジ。やべえだろ、マジで。え、こんだけダメージの差もあって、こんだけ俺が敵削ってんのになんかバカみたいな突入方してダメ取れ負けてるお前らの方がやべえだろマジで。頭悪いこいつらマジで。お前にコンジャビついてんのにな、セルマいてる時間あったら無駄すぎでグレもあるんだから任せになんとかしろよってコメント来てるけど、ほんとその通りなんだよな。じゃあお前来いよマジで。何を言うの？一緒にやんか、そのコメント欄のやつ。なんか上から目線でごちゃごちゃ言えるぐらい実力高いんだったら一緒にやってダメ俺より出せよって話。お手玉さん。ナイスパック。ナイスパです。PC 大好きだけど。いや、ありがとうございます。もう、足しにさせてください。ありがとうございます。800円もらったんや。よかったやん。800円でパソコン買ったらいいやん。800円でパソコン買ったらいいやん。お前さ、俺の視聴者さんがさ、ご好意で渡してくれたお金をバカにすんだよ、マジ。だってお前今バカにしてじゃん、俺の配信って。俺の配信のコメント欄バカにしてん。お前自分で、おかしい。自分でさ、人のコメント欄バカにしといて自分のこと言われたら。それ俺に対しての否定じゃん。俺に対してのマイナスのコメントだよね。それはバカにするよね。でも俺の可愛い可愛いリスナーやねん。うん、でもお前に対してなんかさ、マイナスのコメントしてないよね、スパチャの人は。ねえ、何もしてないよね。だから何？いや、めっちゃ関係あるけど、マジ。めっちゃ関係あるけど。人のリスナーに文句ある。は？バーカ当たり前やん。何言ってんの、お前話飛躍しすぎで頭悪すぎだよ。飛躍もしないよ、飛躍もしないよ。それはお前の主観やん。俺は話ずれすぎだろマジで。話ずれすぎ。もうこういうやつなんやマジで。話ずらして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 終わりマジで。話ずらして終わりですマジで。まあ120人バカしかいないね、お前のリスナー全員バカで、全員バカ。バチバチついてるやつ特にバカ。バチついてるやつ特にバカ。そう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 。終わったけどいいんじゃない。モデレーターは本当にどうしようもない。お前の信者の方がバカキメだろ普通に考えたら。規約違反してさ。悪どいことしてるのはなんかさ、うん、すごい、いえ、手打ち目線みたいな、うん。なんでさ、うん、そもそもさ、うん、バター使ってアンチリコイル組んで、こうやってさ、うん、なんか人に対してごちゃごちゃ言ってるやつに対してさ、うん、応援するみたいなのすんのかな、うん、え、じゃあ今日お前スパシいくら来てんの？あのさ、え、なんか関係あるそれ。リスナーの質の話し始めたのお前やん。超質の話って、え、金？金関係あるの？金関係あるの？そこ金関係あるの？頭の悪い140人のリスナーじゃん。あ、また話そらした。もう、そらしてばっかだな、話して。関係ねえことを関係あるってこじつけてるだけじゃん、お前話して。こじつけじゃない、言われた側そう思うんだから。ありがとうございます。サムシロさん200円、ナイスパです。ありがとうございます。はい、200円。はい、200円。やってみましてやるより、みんなでワイワイやりましょう。いや、みんなでワイワイやった方がいいね、マジで。はい、お前のリスナーの質の方が悪いね。うん、お前の頭の方が悪いし、お前のリスナーの質の方が圧倒的に悪いけどな。そうなんだ。でも、俺のがお金もらってるから、お金が全てじゃん。YouTube なんて、所詮。
うん、なんか別にお金の話しないし、質の話じゃなかったっけ。お金の話。なんでまた話そらすの。お金の話をしない。なんでまた話そらすの。お前のリスナーなんてさ、人の配信荒らしまくってなんか気持ち悪いことしてるばっかばっかやま、気楽に話しばっかりしました。お前のリスナーもめっちゃこっちに来てますけど。うん、お前が最初に荒らしてきたからね、それやり返すよね、普通に考えて。何もしてないんだけど、俺何も指示も出してないんだけど。俺普通にさ、なんかさ、やってた配信ただしてただけなのにさ、なんか、お前の信者がなんかごちゃ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 、質の話したのに、質の話したのに、お前のリスナーの質の話してんのまして。お前ってやっぱ話したらしてさ、なんか、自分は頭いいですよみたいなことを振る舞ってるだけのゴミなまして。何の文句なの？だから、え？リスナーの質の話したんだよね。うん、そうだよ。うん。で、なんで金の話になるの？普通に。え、だからリスナーの質、リスナーの質ってお金だ。お金じゃなくて俺人間性で見てんだけど。あ、人間性なんて1円にもならないから無駄だよ。いや、俺人間性が俺の中の判断基準だから人間性で見ただけだけど。で、別にそれってお前の中の判断基準であって世の中の基準じゃないよね。世の中の基準にしたら普通にキモいよ、やっぱりお前の方。世の中の基準に言ったらリスナー、いくら投げてくれるリスナーがいるかっていう方の方が圧倒的に大事よ。だって所詮みんな YouTube なんてビジネスなんだから。立ち回るリスナー金づるとしか見ないじゃないですか。1万人も2万人も当たり前よ。あ、てかまあ別にそれをわからないんだったら別にいいんじゃない。てか別にいいんじゃない。だったらこれから輪内のリスナーは別に買い投げなくてもいいんじゃない。別に買い投げなくてもいいから、うん、俺結構さ言ってるけどさ、お財布に支障が来たさないレベルで大丈夫ですかって言ってるよ。ナイスファレス1万円ナイスファレス、ありがとうございます。これ買ったね、ありがとうございます。ナイスファレス、いやポンコスさん5000円ありがとうございます。さらにガチです、いやありがとうございます。ナイスファレス、いやいいっすか、マジこんなにもらっちゃってまして、ありがとうございます。マジで、まあ結局なんか全部負けてるやん、人間性でもスパじゃなくても。人間性、人間性俺負けない、うん、負けまくってるだろ。ボロ負けだろ、普通に。お前の人間性の方が終わってるよ、もう。これはもう明らかな事実だろ。まあでも人間性もやっててもいいよ。俺性格悪いし、性格悪いし。ただ別にお前とっていうのはよくわからない。別に俺は性格悪いし、人間性終わってるのは認めるけど、お前よりっていうのはよくわからない。だからそもそもお前の人間性は。現金雑貨、3200円少ないですか、波に乗ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。感謝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 、いやありがとうございますマジで。立ち寄るガチ聞きしてそうだ、ガチ聞きしてんだろマジで。だってあいつさっきから話そらしてばっかだもん、何も返せなくね俺に。会話できてないだろマジで。結局こうなんだよ、話そらしてばっかマジで。ボロ勝ちです次。おい立ち回る、あいつ聞いたんだけど、はい、あいつミュートにしちゃってるわ。あー、ゆいとさん、200円、ありがとうございます。もっと出したいけど、金ないさん、あの方より人生勝ってるので、安心してください。ありがとうございます。ナイスパレス。いや、アメブラさん3200円少ないですけど、全然少なくないです。いや、僕、マナキンさん5000円もこれで貸し切りですね。いや、貸し切りさせてもらいます。早田さん300円、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。マジで。ナイスパー、マジで。ありがとうございます。マジで。リンナイさんの人間性が好きなんですよ。ありがとうございます。じゃあ、これくらいで終わりますか。なんか、何も言わなくなっちゃったし。何も言わんやん、普通に。何も言わなくなっちゃったんだけど、マジ。黙ったんだけど、マジ。よし、終わっときますか。とりあえず、貫けときな、あーね。バカが。お疲れ様でした。しょうもない奴らとかかっちまったわ、マジで。